黒潮、黒潮、黒潮は、東、シナ海を北上して、トから海峡から太平洋に入り、日本列島の南岸に沿って流れ、房総半島沖を東に流れる海流である。日本近海を流れる代表的な暖流で、日本では日本海流とも呼ぶ。金栄養であるためプランクトンの生息数が少なく、透明度は高い。このため、海色は、 生国色となり、これが黒潮の名前の由来となっている。南極寒流やメキシコ湾流と並んで世界最大規模の海流である。黒潮は赤道の北側を西向きに流れる北赤道海流に起源を持ち、これがフィリピン諸島の東で北に向かった流れがコリオリ力の移動変化の影響であるベータ効果を受けて強化される。その後、黒潮は 台湾と石垣島の間を抜け、東、シナ海の陸方斜面上を流れ、九州の南西で方向を東向きに転じ、大隅諸島とトカラ列島の間のトカラ海峡を通って日本南岸に流れ込む。日本南岸を流れる黒潮は、四国、本州の海岸線にほぼ平行に流れる場合と、南に大きく蛇行する大蛇行流路を取る場合のに、パターンが存在することが知られている。 黒潮田田港の不死でじ突。日本南岸を通過してさらに東に流れ去ったものは黒潮続流と呼ばれる。東、シナ海の黒潮の一部は分流して九州西方沖から津島海峡を通って日本海に流入し津島海流と呼ばれる。また黒潮は平均的には西から東に流れるが黒潮本流の南側には反対方向に向かう。 流速0.3ノット程度の弱い流れが観測されており、これは黒潮最循環流と呼ばれる。黒潮の幅は日本近海では 100km 程度で、最大流速は最大で4ノット、約時速 7.4km にもなる。また、600から 700m の深さでも1から2ノットになることも珍しくない。正確な流量の見積もりは困難であるが、 外産で1秒間に2、0000から5、0000メートルの海水を運ぶとされている。表層、海面から200メートル以内の海水温は、下器で摂氏30度近く、冬季でも摂氏20度近くになることがある。高塩分であり、冬季には34.8パーミルに達する、下器は34パーミル以下。溶存酸素量は5ミリリットル、L 前後であり。 栄養塩濃度は、親塩軽水に比べて一桁も少ない。日本南岸の黒塩には、大きく分けて二種類の安定した流路のパターンがあり。一つは、四国、本州南岸にほぼ沿って流れる、非大蛇行流路。もう一つは、紀伊半島、遠州長沖で南へ大きく蛇行して流る、大蛇行流路である。この蛇行現象を、黒塩大蛇行と呼ぶ。この大蛇行は、 黒潮特有の現象で、メキシコ湾流ータの西岸境界流には見られない。1930年代に、この蛇行現象が知られ、当時は異常現象と考えられたが、そのため古い資料には、黒潮異変という名称が用いられている。その後の多くの観測と研究によって、大蛇行は、黒潮のトリ得るル安定流路の一つであることが、示された。の流路を決定している要因は、 黒潮の流量らしいということも分かってきてはいるが、現時点ではその二つの明確な関係は見出されていない。黒潮だ蛇行が発生すると、蛇行した黒潮と本州南湾の間に、火葬の冷たい水が湧き上がり、冷水海が発生する。この冷水海も漁場の位置に影響を与えることから、漁業関係者はその動向を注目している。黒潮が一旦大が交流路となると、 多くの場合1年以上持続するが、消滅は、比較的短期間に起こりうる。1967年以降、黒潮だだこは5回発生しており、最近では2004年7月から2005年8月に発生している。黒潮が流れ続けるエネルギーがどこから生まれるのか、力学的な説明がなされている。偏西風と貿易風と地球の時点から、エクマン輸送が生じ、 北、太平洋の中央に向けて海水が吹き寄せられるため、この海域の水位が高くなる。偏西風と貿易風が年間を通して定常的に吹くために、降水状態は維持し続けられ、これによって大気における高気圧と同様に北半球ではこの高い水位の周辺に時計回の海水の流れが生まれる。これが亜熱帯循環であり、黒潮は北、 太平洋の中緯度海域を時計回りに流れている亜熱帯循環の一部である。また、黒潮が特に強い流れであることも力学的な説明がなされる。コリオリ係数は赤道ではゼロ、両極で最大となる。コリオリの力が高緯度海域で強く西向き成分が増える風として働くと、結果として海水を南向きに運ぶ力になる。この現象は、 スペルドラップ輸送と呼ばれる。北、太平洋全体に効果が及ぼされるはずのスペルドラップ輸送による南向きの流れも日本に近い海域では効果があまり発揮されずに他の広い北、太平洋海域の南向き海流の流れのすべてを 100km ほどの幅の北向きの海流で補っている。このため日本とは反対側の南向きのカリフォルニア海流では 数十センチメートル毎秒の流れも、黒潮では早いところで2メートル毎秒の流れとなる。黒潮は水温の差から生じる密度の違いによって、高くなった海面との境目に沿って流れる地交流であるため、黒潮の流れる位置の違いによって潮位が1メートルほど変わってくる。黒潮は1650年にバレニウスが、日本海流は1837年にが、 それぞれの著書に初めて記載したが、日本では古くからその特徴を表した多くの地方名があった。紀伊勢では上り潮,潮、伊東では下り潮,潮というのは京都を中心にして流向きを表現したものである。西日本の沿岸漁民の間で使われたマシオ、本潮の名は漁における黒潮の重要性を端的に表現したものである。この他にも東北地方で気境水、 キキヨウミズ、ジョーコンスイ、宮崎で日の本を上野沖を三陸地方で北の沖を伊豆七島で楽町、お年尾などの地域の呼び名が存在する。また、黒潮という名前が日本において最初に文献に現れたのは1782年に書かれた佐藤行進の海島風土記八条島であるとされており、この中に、これ、お島にて、黒潮とも山潮とも唱え、 と、述が見られる。このように黒潮の存在自体は古くから知られていたが、科学的調査は黒船によって、鎖国を終わらせたアメリカ合衆国と極東に活路を求めてきた、帝政ロシアによって初めて行われた。日本が海洋観測に乗り出し始めた明治中頃、黒潮もその重要な調査対象となり、大規模な観測網が敷かれた。 特に1930年頃から第二次世界大戦までに当時の農林省水産主験場を中心として行われ一斉観測は黒潮の対応と変動を把握するのに大いに貢献した。一方1938年から1940年には海軍水路部が頻繁に観測し当時の話題であった黒潮だだこの事態1935年から10年間続いたおよへ。 感染の公開のために海流予報まで行っていた。戦後は長崎海洋気象台、神戸海洋気象台及び気象庁と海上保安庁水路部の共同によって新たに観測が再開された。同意と地域に比べ熱帯性の植物や魚介類の分布が北まで広がっていることは黒潮の影響としてよく挙げられる例であります。気候に関しては 日本列島周辺では冬は北西の季節風が卓越するため黒潮の流路の北に位置する太平洋側地域では影響は小さく北大西洋海流が西ヨーロッパ北ヨーロッパに比較的温暖な気をもたらすような影響は受けていない一方で東京に降雪をもたらす南岸低気圧の移動経路が東海上沖で黒潮が直進するか 大蛇行するかで異なることが分かっており、この黒潮流路の違いは東京の降雪にも影響することが示されている。過去38年間で南岸低気圧が東海上沖を通過した回数に占める東京の降雪回数が大蛇行流路の時は58回中12回、21%であるに対し、直進流路の時は25回中0回、 0%であり、台打交流路の方が、東京で降雪が起こりやすいという顕著な傾向がある。また、津島海流の流路の南東に位置する日本海側地域では、冬の降水、雪が多く、世界屈指の降雪地帯となっている日本海側気候。なお、夏は、南東の季節風が卓越するものの、高温、多湿な小笠原気団がもともと優勢なため、 黒潮の直接的な影響は顕著ではない。日本人の祖先の一部は南方、台湾、東南アジアなどから黒潮を利用して日本列島に到達したとの説がある南方紀元説。ただし、分子人類学的な分析では日本民族における南方系の遺伝子の比率は低いというのが2016年の時点での一般的な見解である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。